ブーベはフランス海軍が建造した全土旧戦艦であるが、フランス海軍では依然として、装甲艦も戦艦も艦隊装甲艦と呼称しており、区別はしていない。名は、フランスの海軍提督、フランソワ・ジョゼフ・ブーベにちなむ。本艦は、フランス海軍の1890年海軍計画により、主力艦24隻を配備するべく10年間で10隻の戦艦を開始し、 本艦はその4隻目であった。船体形状は同時代のイギリス全土旧船艦に禁じした軽いタンブルホーム型船体となっている。艦首と艦尾の形状は普通だが原則貫板よりも水線武装光の部分が突出する特徴は変わらない。このため全艦と違って貫板面積は広く取られた。ほぼ垂直に切り立った艦首から、 監視看板に 30.5cm 単装手法等が一機の背後に司令塔を組み込んだ環境からミリタリーマストが立つ。ミリタリーマストとはマストの上部あるいは中段に警防御の見張り台を配置し、そこに 37mm から 47mm クラスの機関砲を配置したものである。これは当時は水雷艇による奇襲攻撃を迎撃するために、 遠くまで見張らせる高所に水雷低撃対応の速射砲あるいは機関砲を置いたのが始まりである。形状の違いはあれどこの時代の列強各国の大型艦には必須の装備であった。本艦のミリタリーマストは内部に階段を内蔵した円筒状となっており、上部には二層式の見張り台が設けられた。下段の見張り台には 47mm 単装速射砲が一基ずつ。 計4機が配置され、後部ミリタリーマストも同形式で前後4機ずつ計8機配置された。全部ミリタリーマストの背後には等間隔に煙突が2本立ち、その周囲は関西堤置き場となっており、2番煙突基部のクレームにより運用された。関西堤置き場の後部にはミリタリーマストが立ち、その後ろに30.5センチメートル炭素手法等が後ろ向きに1機配置された。 本艦の原則甲板の横、船体中央部の張り出し部に 27cm 単装複砲塔が、船体中央部に片元1機ずつ、計2機配置され、耐水雷艇用メ4 c m 単装砲塔が、前後に1機ずつと、前後の主砲塔の左右に1機ずつ、計8機を配置した。この配置により、艦首備線方向に、最大 30.5cm 砲一門、 27砲2 7十四セ2チ1 4トル砲4門が試行でき、左右方向には最大3 0 5メート2砲2 7十四セ1チ1 4トル砲4門が試行でき強力な火力を誇っていた。第一次世界大戦ではガリポリの戦いに投入されるが、その最中の九百十五年三月十八日に、植来して転覆。 沈没した。総員710名中約660名が戦死した。ありがとうございます。